タレントの板野友美が17日、自身の YouTube チャンネルを更新。夫である東京ヤクルトスワローズの高橋奎二選手の妹を公開し、反響が寄せられている。板野友美、娘と夫、高橋奎二選手の実家へ義妹も登場。念願、初めての娘と二人旅、京都 Vlog というタイトルで動画を更新した板野は、高橋選手の実家訪問も兼ねて初めて娘と二人旅をする様子を公開。高橋選手の実家で遊ぶ娘や、高橋選手の母親とランチを楽しむ自身の姿を Vlog 形式で紹介した。また、東京に帰る新幹線に乗った板野は、スペシャルゲストが一緒に東京に来てくれます、と高橋選手の妹を顔出しで公開。身長が170センチ以上あって一緒に歩いたら身長差すごいよね、と語りかけるなど仲睦まじい様子を見せ、私の家に遊びに来てくれます、と明かした。身長が170センチ以上あって一緒に歩いたら身長差すごいよね、と語りかけるなど仲睦まじい様子を見せ、私の家に遊びに来てくれます、と明かした。